ここから、本題になってきます。そんな中でこういった今私がこうプロセスを踏んできている中で、今日はここから私が実際に取り組んでいることを、お伝えさせていただきたいと思います。サッカーを通じての人間形成、まずクラブの理念です。これやっぱりチームとしてのこの軸がないとブレてしまいますよね。なのでこれは保護者の皆様もそうですし、それからクラブのコーチングスタッフもそうですし、子どもたちもそうですし、みんなここのことが分かってくれています。サッカーを通じての人間形成、いわゆるもっと具現化するところで言うと、やっぱり国際社会に貢献できる人材育成なんですね。でじゃあそれどうやってやるのってなった時のポイントっていうのは、見る力、聞く力、振り返る力、そして考えるを習慣にするということです。考えたことを言葉にできるか、そして語学力、今の時代であれば私スイスでプレーしてた時に外国人が9人いたんですね。でそうなるとスイスって基本的に3つの言葉、フランスに近いところはフランス語、イタリアに近いところはイタリア語、ドイツの方はドイツ、基本ドイツ語ですけど、私のところはフランス語でした。そうすると監督さんは4つか5つぐらい喋るんですね、言葉。そうした時にこの語学っていうのはもうマストなんですよ。でヨーロッパとか南米からしてみると、先ほどのオリバー・カーンさんがドイツ人なのにオーストリアでなぜ大学に行けるかっていうと、言葉がドイツ語で同じだからなんです。それは1つあります。でも日本っていうと彼らからすると遠いんですね、東アジアっていうのは思ってる以上に。ですからサッカーの傾向でいきますと、国際化っていうことで考えると、日本人の日本語っていうのは他の国で使えないんで、やっぱり語学っていうのは喋れないといけないんですよ。南米の場合はブラジル以外は全部スペイン語、ブラジルはポルトガル語なので、ウルグアイの監督さん指導者もペルーで監督になったり、アルゼンチンで監督になったりするんですね。ですのでこの語学力っていうのは、今の時代だったら一つ英語ではなくて2つ、スペイン語、英語とスペイン語とか、英語と例えば中国語とか、こういうことが今の時代では私は大切だなというふうに思っております。で南山幼稚園とか中野町幼稚園とか、私は実はですね、引退してから、クラブとして約10年ぐらいボランティアで、指導させていただいてました。私も引退してから最初の3年ぐらい赤坂中学校での体育館で中野町幼稚園の子たちを指導させていただいてました。やっぱりこの地域に対する取り組みっていうのがすごく大事なんですよね。地域があってのスポーツ、地域があってのサッカー、地域があっての我々なんですよ。だからここを、例えばです、浦安で、皆さんもご存知の通り東北の大震災があって、あの時も我々のそのクラブでマンションがちょっと傾いちゃったりとか、もういろんなことありましたね。その時にやっぱりこの地域の人たちのためにできることっていうのも、このサッカーのクラブを通じて行うわけですよ。それがスポーツがやる意味があると思うんですね。スポーツやってもちろん人間形成ということで大切です。一歩一歩進んでいくのは成長でも、この地域の取り組み、地域があってこそ我々があるんです。ここをが一番大切なうちの一つ。それからサッカーを通じた人間育成に努めて、社会で貢献できる人材になること。今の時代であればやっぱり世界で、日本人もたくさんいろんなところでサッカー選手もプレーするようになりました。でも社会に貢献すること、例えば試合の前に人種差別のことを、反対のことを伝えたりとか、サッカーっていろんな意味でその社会に対する影響ってあるんで、こういうことなんかも私は子どもたちには伝えています。で実際これが海外遠征を実施して、国際感覚を養う、見る力、聞く力、いわゆる自分が実際感じてみてどうかっていうことですね。はい、お願いします。でこれは世界どこ行っても一緒だということが分かりました。まず挨拶です。挨拶もしっかりと人の目を見て挨拶すること、目見ると分かるんですね、人がどうかって。実際直接会ってみるともっと分かるんですよね。
この挨拶、それはグラウンドに来た、例えば練習やってるときはいちいち挨拶する必要はないですよ。でも自分が一歩離れてちゃんと周りを見渡せる状況になったときには、子どもたちには周りの関係者、保護者の皆さんだとか、サッカーには関係ない人でも挨拶しましょうねという、教育はしてます。日本の子って結構目を見て挨拶できないんで、ここなんかもご指導させていただいていて、今コロナなのであまり言いませんけれども、握手をします。我々は目を見てこんにちはって言って、それからもう一つ、この自己主張力ですね。これやっぱり自分がサッカーの場合はやっぱり自分のこう特徴を出せないといけないんですよ。言われたことだけ、チームとしてこうやるから、ボールをつなぐからだけじゃなくて、自分はどういうプレーヤーなんだっていうことを出せないとダメなんです。前にボールを運ぶことが得意な子、前にスピードを持って走っていく子、いろんな子います。そういうことをこう合わせていく。もっと言うと、国際的に言うと、この言葉が、言葉というか自己主張力がないと、黙ってることが素晴らしいではないんですよ。私もクロアチアとかウルグアイとかでやってて、おい、ヨシカ、ヨシカって名前なんですけど、ヨシカ、お前今度サイドバックで使いたいんだけど、どうだ？監督が言ってくるんですね。日本の場合だと、お前サイドバックだからやれということで育ってきたんですけど、でもその時に外国人の人たちは、自分はやりたくないとか極端なんですよ。僕はこういうことだったらやりますとか、そういうコミュニケーションの文化があると。そういうことも私はそのサッカーを通じて学んできたんです。だからこそやっぱり子どもたちには、このちゃんとした自分で伝える、自分でちゃんと聞く耳を持ってハキハキと伝える、ボボボじゃなくて。もちろん今僕がこんなこと言ってますけど、最初はみんなほとんどできませんからね。整理整頓は後片付け、これすごい大事ですね。やっぱり自分がやったらそこにあったところに片付けるとか、それからサッカーもそうなんですけど、自分が攻撃したらポジション変えるとか、そうしないとやられちゃいますから。自分が出てきて、そしたらここスペース空けてしまうんで相手が入ってきますからね。シュート打たれちゃいますからね。だからそういった癖づけをピッチ外のところからやっていくんです。それをサッカーの中でもオートマチックに自分自身が体に染み付くようにするんです。この3つはうちのクラブでは大切にしています。その中心にあるのは自立するっていう、自分で立つっていう字と立する、この2つの自立があります。はい、ここが1から6番までありますけれども、ここの一番下のところに注目ください。これはイタリアに行った時、基本的には毎年行きますんで、まあ、形から入るんじゃなくてですね、この挨拶とかコミュニケーションもそうですけど、なんでそれが大切なのかっていうことを理解できないとダメなんですね。どうして挨拶しないといけないの？どうして後片付けしないといけないの？どうして謙虚な姿勢を持つこと、感謝の気持ちを持つことが大事なの？これを僕はサッカーを通じて伝えてるんですね。ここがわからないと自立した子供にはなるわけがないんです。もっと言えば、子供は大人ではないんで、失敗して当たり前なんですよ。でも後でもこれ出てくると思いますけど、失敗しないように大人、親がそうさせてるところがとても多いと思います。はい、そっち行ったらこうだよとか。もちろん日本なんで車がビンビン通ってるから危ないですよ。でも子供は自分が失敗して、そして成功して、自分で、あ、これやっちゃいけないんだな、あ、これはいいんだなっていうのをサッカーでやるんですよ、練習の中で。だから、でせっかく僕の周りにもたくさんいますけど、いい能力を持ってたとしてもそれを発揮できない子ってたくさんいるんですね。発揮できない選手、それなぜかというと、これがないからなんですよ。ここに書いてあることが、自立できてない、どうして挨拶できないとか、コミュニケーション、自分が思ってることを伝えられないとか、
決して本当に足が痛いんだったらそれは監督に伝えるべきなんですよ。自分のパフォーマンスが良くないのは、いや膝怪我したからなんです。謙虚な姿勢、どうして自分があるのか、チャレンジ、ここ大事ですね。チャレンジをしないことの方がミスだって僕は子供たちに言ってます。チャレンジして、そうするとどうなるかっていうと、失敗か成功が必ず出るんですね。その時に子供たちが一歩を踏み出せるように後押ししてあげる、これが最も大切なことだと思います。失敗した時に、じゃあコーチがどう接するのか、どう子供たちと向き合うのか、ここが最も大切です。ということは、指導者とすると何が大切かっていうと、目の前の現象、起こった現象だけではなくて、一歩先を見えながら、見ながら今の現象を見えないといけないということなんですよね。サッカーもそうなんですよ。90分あります。そうしたときに、目の前の前半10分で失点したことだけじゃないんですよ。90分間を通してどうなのか。もっと言うと、野球もサッカーも同じですけど、ワンシーズン通してどうなのか。今は負けたけど、今は勝ったけど、ここが僕は大切だと思います。で、最後のここ6番目、努力を続けることが大切なんですね。これできない子が多いんですけど、当然です。でも僕は先ほどにいろんな人と会ったり解説したり、合わせて自分の経験によって、やっぱりこの人間形成で大切なことっていうのは、この中身を理解させること、その真意を理解して行動できること、このじゃあ努力を1回じゃない続けていくこと、これが大切なんだなっていうことで取り組んでます。はい、これはビジネス用語でもある言葉だと思います。 PDCA サイクルって言いまして、これは何かと申し上げますと、まあ具体的に考えて挑戦し続けるっていうことですね。で、P というのはプラン、要は計画です。で、D というのは実行するっていうことです。で、C というのは評価、要は先ほど振り返る力って言いましたけれども、振り返る、評価する、失敗成功を判断する。そして、それに対して、じゃあ A は改善していく、どうやってアクションしていくか。こういうことの繰り返しなんですね。で、子供で目標を持ってない子っていますよね。これもいなくて、いない子がいて当たり前なことだと思うんですね。でも、じゃあ成功していくサッカー選手を見てみると、みんな同じことが言えるのが、やっぱ具体的に自分で考えて目標を持ってるんですよね。子供である。これ年齢関係ないと思うんです。でもそれが、小さい時に気づく人もいれば、僕ぐらいの年齢で気づく人もいれば、もしかしたら僕は見たことのない景色ですけど、まだうちの母親世代で気づく人もいるのかもしれないです。でも子供たちの指導をしてて大切なことっていうのは、やっぱり具体的な目標を、目的意識を持つこと。トレーニングもそうです。例えばシュート練習やりますってなった時に、そのトレーニングにはポイントがあるんです。シュートを打つ、例えばですよ、シュートを打つためにはちゃんと最初にボールコントロールしないといけないね。じゃあ最初ボールが来た時にどこにコントロールするかということが一つポイント。そういうのをトレーニングの中で目的意識を持って、今日はこれを覚えてもらおう、そのためにはやらせるんじゃなくてミスもするような状況をトレーニングの中でわざと作り出すんですね。で、子供、生でやってますから、いつもじゃあ右向けって言ったら右向くわけじゃないですよね。それは練習じゃないです。エゴになりますから。こちらの子供が自発的にそれをできるようにしていく、コントロールを、じゃあ次のシュートを打ちやすいところにコントロールする、コツをつかむ、こういうことをこの具体的に考えて挑戦し続ける、これをコーチではなくて子供が身につけられるように今意識して取り組んでます。これはプランを立てるっていうのは、まず試合でどうだったか、ある意味試合っていうのは発表会と同じようなものだと思います。
発表会でいい発表を会にするためには練習が大事ですよね。そうすると発表会で何がダメだったかっていうのを、それを考えてこういう取り組みをしていくっていうことなんです。普段やってないことが試合ではできません。継続していくこと、一つ一つステップアップしていくことが最も大事です。時にはうまくいかなくて交代することもあるでしょう。でもその時にここを忘れないこと、目標を。先日川島英二選手っていうあのワールドカップ出てるゴールキーパー、日本の代表ですね、彼と会いました。彼がトレーニングをしてました。これからフランスに戻るって言ってたんですけど、彼はこの自分の基準があるんですよ。自分の軸が、僕はこうなりたい、だからこのベンチプレスも何回やる、だから自分は自転車を何分漕ぐ、それもちゃんと自分で行動してるんですね。考えて、それを子供の時に、僕は生で会ったことをできるだけ今も伝えるようにしてますんで、やっていく、このことが大事だと思っています。はい、あのサッカークラブでどんなことしてるのっていうことなんかも言われるんですけど、うちのクラブではこの2つのことをやってます。サッカーと教養です。サッカーで別に技術だけのことを教えてるだけじゃなくて、教養、いわゆる知識を身につける、考える要素、ここの2つを取り組んでいます。でこの良い習慣にするっていうことが大事です。具体的に考えて行動していく、自分の力を身につけること。ただ人間形成とかってなるとすごく分かりやすいところですから、例えば挨拶とか整理整頓の後片付けとかリスペクトとか、逆にそればっかりになってしまうケースっていうのが私たちのチームでは課題としてもあります。サッカーの方が逆におろそかになってくるとか。はい、で、あのうちの中で、指導で大切にしていることをちょっとここからお伝えさせていただきたいと思います。これ個の力、グループ、そしてチームって書いてありますよね。サッカーの場合は集団スポーツなので、やっぱりチームがどうかっていうところが大事になります。でも、これで皆さん、子供にも言ってるんですけど、はち違えてはいけないのは、自分の力を身につけることって最も大切なことなんですよね。自分にこう力がつくから、グループ、サッカー11人ですけれども、2人3人のコンビネーションが生まれて、それがチームに変わるわけなんです。チームのためにチームのためにって言って、目的と手段を履き違えたりとか、それから自分を見失ってしまったりとか、まず人がとか、こっから行動しちゃう、発言しちゃうことって多いんですよね。そうじゃなくて、育成年代だったら、例えば小学生とか、中学生とか、高校生とかであれば、まず自分のこの個の力を身につけることが大事です。そこからグループになってチームへと変わっていきます。で、このチームのポイントも、じゃあどういうサッカーをやっていくんだ、うちのチームはっていうことも子どもたちには伝えてます。そうしないと子どもたちが迷っちゃうんですよね。どういうふうにやっていくか。でコーチとして見ているのは、例えばですけど、ちょっとサッカー用語になっちゃいますけど、ボールを大事にしているのか。ボールを大事にしているっていうことはどういうことかっていうと、ボールを自分で自由に扱えてるかとか、ボールを簡単に失ってないかとか、そういうことは子どもたちに聞いても、今うちのフェリーチェっていうんですけど、子どもたちはみんな言えると思います。それからここ2番目です。インプットとアウトプット、これは自分が指導をしていたり、指導者として、それから子どもも受けていたりっていう時に、その自分がその情報をコーチから教えてもらいますよね。
そうしたら今度、じゃあそれを、じゃあ次やってみよう。これがアウトプットです。入っただけで、知識だけで持つんじゃなくて、それを行動に移すことが大事だということです。ここも、うちのクラブでは特に指導の中では意識をしています。伝えて終わりじゃなくて、先ほどのコミュニケーションもありました。はい、誰々さんに電話しました。でも、その人は電話受けてないんですね。もう連絡しました。いや、お前連絡したの？連絡しました。でも相手が受けて伝わって初めてコミュニケーションなんですよ。サッカーも社会と一緒なんですよね。ですので、まあちょっと話それましたけど、このインプットとアウトプットはトレーニングの中で大事にします。そして指導者のマネージメントです。これ私 の, あのまだあのビビたる経験上ですけれども、やっぱりこれがあの指導の中ではとても大事だなと感じてます。それはなぜかというと、この先生になったら違う教え方をする、このコーチになったらまた違う教え方をする、そうじゃないんですよね。やっぱりクラブとしてどういう指導をしていくかっていう、そのフィロソフィー、まあ哲学みたいなものがあって、軸が誰が教えても同じような指導がするできる、それが大切なことだと思います。結局私もいろんな経験を今まであのしてきましたけれども、やっぱりここがやっぱりいいチームこそ、いいクラブこそ、やっぱり指導者がすごく充実してるなっていうところがありました。ですから私は毎週木曜日、指導者の講習会を私主催でやらせていただいてますし、それと毎日いろんなこと私してますけど、コミュニケーションは取ります。今日も朝電話でも話してきました。でもそれこそがやっぱり大事。彼らの身になっても不安になったりとか、いろんなことあると思うんですね。やっぱりそういうクエスチョンが起こらないように、私は、まあ、そういう意味でマネージメントは意識してますっていう意味です。はい。これ、人から聞いたとかっていうことだけじゃなくて、これ、うちで海外に行った、写真ですけれども、やっぱり自分がこう、肌で感じるっていうこと、五感で感じるっていうことがすごく大事なことなんですよね。いつもコーチから海外はこうだぞ。アメリカはこうだぞ。イタリアはこうだぞ。今だったら情報化社会なんで携帯一つで見えますね。YouTube だとかいろんな海外サッカーに。でも、じゃあ自分が実際行って試合してみてどうなんだと。これ僕すごい大事だと思っていて、うちのフェリーチェのクラブでも海外に行く子多いです。学校に行く子。それこそ港区の子なんかもいました。スペイン行った子ですね。高校から。多いです、そういう子が。でもそれが僕が行けなんて一言も言ってません。本人が自分が行きたくて、それでお父さんお母さんに相談して行ったんですね。で、やっぱりそういう自分がこうなりたいって、先ほども目標を持ってない子も多いってお伝えさせていただきましたけど、こういうふうに自分の知らない土地に連れてったりとか、初めての経験させると、五感で言葉わからない、五感で触れると、肌で感じると、子供ってビビッとこう来る子なんかも多いんですよね。それは我々でも一緒だと思います。例えばイタリアでジェラート食べました、アイス食べました、日本のと全然違う、すごい美味しい、感激するって、これってこういうような感じのことですかね。ピザもそうですしね。はい。で、先ほどいくつかお伝えさせていただきましたけれども、じゃあ主体性のある自立した子どもを育成するためには何が大事だろうって言ったときに、まあ、ちょこっと書かせていただきました。やらないように保護者にお願いしていることです。子どもがミスをしないようにあらかじめ手を貸すことはやめてくださいと。失敗して自分に気づきがあるんです。私もどうして今勉強するようになったかっていうと、自分が失敗したからなんです。失敗っていうか嫌な思いというか。でもそこで気づいたんですよね。
人が嫌だと思うことはやるなと。でもこれが子供が自立しなくてどうするんですか。それから2つ目、これも状況によりますね。子供の送迎です。自分がこれは自分が通えたりとかちゃんと自分で行けるのにもかかわらず、親が送ってあげる、迎えに来てあげる。やっぱりそういう子ってどうなるかっていうと、粘り強さが出ないんですよね。ここっていう時になんて言いますかね、内から引いてるものって言いますかね。ここでもう1メーター頑張ってくれよ、追っかけてくれよボールっていうところの一本が出てこないんですよ。だから今楽かもしれません。それはミスをこうしないようにするとか、子供に手を貸すっていうのは、でもそれは子供のために全くなってないんですね。もっと言えば子供の伸びる時期っていうのは決まって、大体決まってるんですよね。何歳がゴールデンエイジで一番吸収しやすくてとか、物事身体的にも、じゃあ小学生の時なんですよ。はい、それから子供自身にほうれん草させるっていうことですね。これはまずうちのクラブのコーチからしてもらうようにしました。まず我々のところから、今日何があったとか、ほうれん草どうするとか。なんで例えば子供が遅れそうになった時には、子供からコーチに連絡してもらいます。コーチ、これこれこういう理由で遅れますと。今コロナ禍の影響がありますので練習も長くできません。そうすると学校が終わってすぐスタート、5時半からスタートになるんですけれども、大体そうすると遅れてくる子もいるんですね、遠い子は。そうすると、あ、こんにちは、そのまま挨拶して練習に入ろうとする子もいます。ちょっと待てと、何かないのって話をすると、遅れてすいません、この一言が出るかどうかって大事なことなんですね。そういうことを僕は細かいですけど、そういう些細な細かいことがこうやって膨らんでいくんで、それで大事になるんですね、失点してしまうとか。なのでここは、子供には連絡報告相談をさせるように、してます。で、目的と手段は別。サッカーはボールをゴールに入れるスポーツです。でもパスだけずっとつないでるスポーツではありません。パスが目的にならないように、ゴールに向かうためのパス、点を取るためのパス、ここの目的と手段を履き違えないように、気をつけてます。これ大事ですね。褒めて伸ばすっていうことですね。お前なんでできないのかよとか、何回も言わせるなだけじゃなくて、褒めて、素晴らしい、いいね今のプレー、何が良かった、オーバーに時には喜んでみたりとか、本当に嬉しいんで、こちらはできるようになったりとかすると。でそれで否定ばかりしないと。ここは特に幼稚園生とか小学校の低学年の子、まあ小学生もそうですけど、まあみんなそうですけど、すごくここは意識褒めてしてます。で海外のクラブとかの場合はやっぱり自分でこうしたいっていうことをやっぱり自分でこう行動に移していくんですね。旗振りのお母さんとかおばあちゃんとかっていうのも海外だといません。自分で行動しないといけない。なのでまあこの辺のところはそういったことなんかも子どもたちにも伝えながら、指導させていただくようにしています。はい。で最後にですけれども、これはテイクアクションと言いまして、中田秀俊君、彼が世界選抜を呼んで日産スタジアムで、ここに私がいるんですけど、満員の中サッカーさせていただきました。やっぱり東京の港区っていうのは世界の中でも日本の中でも中心的存在であると思います。だからこそ僕はこの港区教育大事だと思うんですね。気づかなかったんです。今私がどうしてここに立たせていただいているのか。例えばこのマイクの台が立ってますけど、ここにどうしてこれが立ってるのか。なぜかというと、
支えてくれてる台があるんですよね。足があるんですよね、下に。ここのサッカーをやらない人とか、サッカーをや、僕はプロサッカー選手で代表チームにもオリンピックにも出ましたけれども、それ以外の人たちの支えがあるからこそ自分がであるんですよね。港区って中心なんですよね、日本の。経済的に言ったら、僕は聞いたのは一番お金が集まるところだと聞いてます。いろんな情報がここに集まってきます。海外のサッカーの場合は首都にサッカークラブがあります。日本はないです。 FC 東京ってもう外れですし、東京ヴェルディも外れですし、ないんですよ。だからこそ教育指導って大事なんですね。なので私は東京港区から世界に羽ばたいてほしい。それには我々指導者から子供たちの鏡となること、それは何かっていうと、ヘビー、これはサッカー選手の時と変わらず成長することだと思うんです。1ミリでもいいです。はい、僕はこのアトランタオリンピックに出るためにウルグアイに行きました。その後いろんな経験をして、お勉強の重要さを認識し、勉強して大学院に入ることができました。今度はそれを自分が次世代に還元していく。それと同時に、見る力ってお伝えさせていただきましたけど、一つ自分の背中で子どもたちに示していく、コーチたちにも示していく。それには健康でないといけない。いろんなことも含めて、私はサッカーを通じてこの社会との関わり方、重要性を学びました。そういうことを次世代にも今後港区を赤坂中心に進めていきたいと思います。本当に今日は貴重な時間をいただきまして、皆さんありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。